こんにちは、清明祭です。今回はね、近所の牛丼屋にいる小美商店員ということで動画を撮っていきたいと思います。まあ僕ね、週にまあ 1,2 回ぐらいの頻度でね、まあ牛丼屋でまあご飯を食べることがあるんですけどね。でまあその牛丼屋に行く時間帯はまあ夜の10時からまあ日付回るぐらいの時間帯にまあ行くことが多いんですけどね。はい。でまあその時今、まあ、割合で言ったら7割から8割ぐらいの頻度でね、まあそのコミュ障のまあ20歳ぐらいでまあ男のまあ店員なんですけどね、まあ決まってまあマスクつけてるんですけどね、まあその店員に当たることが多くて、まああとの2、3割ぐらいはまあ普通の店員がまあ接客することが多いんですけどね。はい。でまあまあその人のそのコミュ障ぶりというか、まあそういうのを紹介すると、まあまず僕はその行く牛丼屋っていうのはまあ食券制なんですけどね。はい。でまあ食券を買って、まあテーブルの上にまあ食券置いて、まあ普通の店員だったらまあ頼んだメニューを言って、まあ食券をなんかその切れ目のところをまあちぎるみたいな感じで、まあでまあそれで去っていくんですけど、でまあそのコミュ障店員の時はもう何も言わずに、まあ食券のその切れ目のところをちぎってまあ去っていくみたいな感じなんですよね。まあその不愛想な、すごいなんか不愛想な感じで去っていくんですよね。はい。でまあまあその食券ちぎる時か、まあそれその後ぐらいに、まあ普通のまあ店員の時はまあお冷やをまあ 100% の確率でまあ持ってくるんですけど、まあそのコミュ障店員の時はまあ持って、そのお冷やを持ってくる時と持ってこない時のその確率が半々ぐらいなんですよね。はい。まあ持ってこない時もあるっていうのが、まあ普通のあれだったらまあ考えられないと思うんですよね。はい。まあでもその後でそのお冷やをその持ってくるように言ったら、まあ持ってきてくれるんでね。まあその時もそのなんかすごい何も言わずに不愛想な感じで持ってくるんですけど、はい。でまあその注文した料理を持ってくる時も、まあ普通のその店員の時はまあ注文したその料理の名前を言って何々ですっていう感じでまあ持ってくると思うんですけど、まあそのコミュ障店員の時はまあ最後のそのですっていう部分はまあ分かるんですけども、その料理っていうか、まあ注文した料理の名前の部分はもう何言ってるか分からないみたいな感じで、まあすごいその滑舌の悪い感じなんですよね。はい。もうコミュ障っぽい感じでまあ料理を置いてまあ去っていくっていうまあ感じなんですよね。はい。でまあその僕はそのどっちの店員がいいかっていうか、まあ普通の店員か、まあそのコミュ障店員か、まあそのどっちの店員でまあ接客されるのがいいかって言ったら、まあコミュ障の店員の方がまあちょっと不愛想な感じで、まあ普通の人は嫌だと思うんですけど、まあ僕はその どっちかっていうと、その店員の方がいいんですよね。はい。まあその自分となんか似たような感じがして、まあ親近感が湧くからなんですけどね。はい。でまあその行くまあ時間帯っていうのは、なんかそのワンオペというか、まあそのコミュ障の店員の時もそうだし、まあその普通の店員の時もまあそうなんですけど、まあ大抵そのワンオペの時が多くて、まあ一人でまあその注文聞いてまあ料理もするみたいな感じのことがまあ多いんですけどね。はい。でまあ一回そのまあそのコミュ障の店員となんかその別の店員がいるみたいな時があって、まあその時なんかは
まあその時のそのエピソードっていうのはまあちょっとあって、でまあなんかその雑談をなんかその雑談というか、まあその店員同士なんかやりとりしてたのがまあその食べてる時に聞こえてきて、まあ何回もその普通のその店員の方がなんか聞き返してるんですよね。はい。そのコミュ障店員が何言ってるか多分わからないからだと思うんですけど、まあ僕もそのなんかちょっと聞こえてきてたのでまあ聞いてたんですけど、まあそのコミュ障の店員がその何言ってるか全然僕もちょっとわからなかったですね。はい。で、まあその、まあその店にその客が入ってくるときに、まあいらっしゃいませとか、まあ出ていくときにありがとうございましたとかって言うんですけど、まあ普通の店員の方はまあはっきりとまあ聞こえるんですけど、まあそのコミュ障店員の方はもうなんか最後のませっていう部分と、まあありがとうございましたとか、下っていう部分しか聞こえないっていう、まあ感じなんですよね。はい。で、まあもう一個そのエピソードがあって、まあその僕の隣っていうか、まあ僕もその隣のそのなんかそのテーブルに学生のなんかその団体みたいなのがグループがなんか来てた時があって、なんかその料理が、まあ注文した料理がその運ばれてきた時に、まあそのコミュ障っぽいその店員がなんかその相手っていうか、まあ接客してて、なんかその何ですっていう部分はまあ聞こえるっていうまあ感じで、まあその料理の名前は全然聞こえないっていう、まあ机の上にその料理置くときですよね。はい。まあ最後の部分しか聞こえないっていうまあ感じで、まあそうなんかその学生のグループの人が、まあその店員が去っていった、料理置いて去っていった後に、まああの店員その何言ってるかわからんみたいなことをなんかずっとっていうか、まあ2、30秒ぐらいなんか言ってて、まあ僕はそのまあこそこそ笑ってたんですけどね。はい。まあそんな感じで、まあ多分そのコミュ障っぽい店員、コミュ障っぽいっていうか、まあコミュ障なんですけどね。はい。まあそのコミュ障店員は、まあ4ヶ月ぐらい前からなんかいますね。はい。4ヶ月ぐらい、まあ半年前は多分いなかったと思うんで、多分3、4ヶ月ぐらい前から多分いると思うんですけどね。はい。で、まあ僕はその一つ疑問なのは、なんでその店員がまあ採用されたのかっていう部分ですよね。はい。まあ普通だったら、あんなまあ、店員というか、まあ、何言ってるかわからないような店員は採用されないと思うんですけどね。はい。まあ僕はその、まあ親近感が湧くというか、まあ、同じそのコミュ障なので、まあ親近感が湧くんで、まあずっといてくれる方がいいんですけどね。はい。なんかその普通の店員よりなんかそのコミュ障の店員に接客される方が僕はいいので、まあずっといてほしいんですけどね。はい。まあクレームとか今まで出てないのかなっていうふうにはまあ思いますけどね。はい。で、まあ正直なこと言うと、多分僕よりその店員はまあコミュ障だと思いますね。はい。まあ、僕はそのまあ見下してるっていうか、まあそういう感じじゃないですけど、まあ、自分よりまあ下の人間というか、まあ正直ちょっと下に見てるところはまああるんですけどね。はい。まあそういう人間でも、まあなんか、そういう人間というか、まあ僕よりそのコミュ障な人間でもなんかその接客業で働いているのを見ると、まあ僕でもまあ大丈夫というか、やっていけそうだなっていう、まあなんかある種そういうなんか自信みたいな 自信がつくというか、まあそういう感じにはなりますよね。はい。
まあそういう意味でもまあいてほしいなっていうふうには思いますよね。まあこういうふうにまあ思うのはまあ性格悪いなっていうふうには思うんですけどね。はい。まあ自分より下の人間を見るとやっぱり安心しますよね。はい。まあそういう人でもまあ働いてるんだから僕でもまあ生きていけるっていうかまあ働いていけるんだろうなっていうふうにはまあ思いますからね。はい。まあ安心しますよね。はい。はい、終わります。